吉田実は、日本の政治家、公選3人目の富山県知事で、旧大島村長、富山県反抗農業共同連合会会長、全国販売農協連合会選無理事、富山県農業共同組合中央会長なども、務めている。また、衆議院議員、参議院議員も歴任した。君に党に助せられ、朝日、重光明を、受賞、聖四位に助されている。 この吉田地からは、大島町長となった。1910年3月19日、富山県大島村に生まれる。1947年、37歳にして、大島村長になる。1956年、高専3人目の富山県知事となり、以降4期務めた。その間、立山黒部アルペンルートの開通や、富山振興の開港。 大公山住宅団地の開発を行った。1969年衆議院議員に転じ1974年には参議院議員となる。その間、隠し特別委員長を歴任した。これらの功労により1982年春、君に党に除せられ、朝日、重光明を授けられる。また、秋には、正四位に助されている。同年11月16日、 東京で72歳で死去した。1986年11月、吉田みる検証会によって、太閤ん住宅団地の外れに銅像が建てられた。ありがとうございます。